い、どうも。はい、教えてマッサンですね。実践編です。はい、今日のテーマは、パスですね。しかもパスの最後ですね。インステップですね。つま先でトーキックとか、はい、そういったところを、マッサンにですね、簡単なポイントを教えてもらって、実際に子どもたちと一緒にやっていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。教えてマッサン。パスで、つま先と、インステップについて説明します、まずインステップの方を説明するんですけど、インステップのパスは距離の長い奥への長いパスによく使うから、まあ自陣キーパーからだったり、まあ、もしくはそのキーパーの方からボールを持った人が長いパスを使うときに試合中では使うかなと。方向の変化はなかなかつけれないんで、前向きなら前向きで蹴るっていうことが多いと思います。でつま先についてですけど、つま先も方向はそんなに変えることはできない、前向きなんですけど、まあ相手にとってその、まあ、驚かせるっていうか、つま先で小さいフォームというかちょっとしたバンって出せたりするんで、それでつま先で、意表をつくことができます。シチュエーションを思い浮かべると主にキックインの時かなっていう感じがしていますが、まあ、選手によってはコートの中でも使ったりしています。それではやってみましょう。今度パスつま先もしくはインステップなんだけど、パスインステップどういう時に使うと思う？強いパスを出し合う時。強いパス、そうです、長いパス、強い、しかも結構直線的なスパンっていうパス、もしくはキーパーとかイメージして、キーパーからのロングパス、ピュン、インステップ結構使う。インステップ一回確認、どこ、あ、紐のあたりぐらいな、で、こう当てに行くね。 OK、あ、じゃあ次つま先どういう時使う？あんまないね。でも、強いパスと、あ、強いパス、強いパス、直線的なパス。あとは主にこれは覚えといて、あの学んで、主に使うのはキックインのキッカー、タイミングを外すためにつま先スパンって出したり、ちょっと体の向きで違う方にピャンって出す時に使います。ではそれの練習をしましょうか。対面パスの、まあ、そんなに距離はないけどインステップで低いまっすぐのパスをちょっとやってみましょう。スパーッと地を這うようなパス、スパーッ、スパスパスパーッ、おー、いいね、スパー、そう、ちょっと遠いところな、遠いところへのパスで、おー、うまい、そう、はい、ストップ。では今度はちょっとキックインを意識して、やります。つま先ね、キックインの時はもうボールをこう持てんか、持ってで置きます。でキックインの場合は見ないといけないんで、あっちをボールを見る時間ほとんどない、なので手でずっと触っとく。なぜ触ると思う？うん、見えないから感覚で覚える。あ、そういうことです、感覚で覚える。で触って見ながらあっちをで、そのままちょっと見てつま先を何回かやろうか。人それぞれちょっと挑戦してほしいのは、右手で触るか左手で触るか、ちょっとそれぞれ違うと思う、やりやすい方。うん、左足だな、左足だ、で体の向きで少しこっちにしといて、でこっち行こうか、逆逆逆、 OK、 ちょっと待ってよ、まっすぐ行こう、まっすぐスパーンとそのまま置いて触りつつも最後離していいよ、離していいから、起き上がって、はい、軸足はもうそのままある程度ね、ある程度で見ながら見ながら見ながら、よっしゃ、スパンと、あ、いいね、ナイスボール、こっちのドームルーだ、おお、はい、 OK ということで、少しその相手に対してサプライズ、驚きを与えるためにつま先でスパンって蹴ったりすることあります、キックインで。以上、つま先のパスでした。はい、それでは今日の教えてマッサンはですね、はい、パスの最後になると思うんですけど、インステップ等についてやりました。あのつま先のキックだから結構その方向は難しいかも。あ、もうちょっと角度がね、そう、薄い。あとインステップもなんか、まあどっちかというと方向を変えづらい、このまま入ってって、まあ、蹴るっていう感じの種類で今回はやったんですけど、まあ、だから そんなシチュエーションがよく出るのって言ったら、まあ、今日やったその、うん、長いキックインとか、うん、キックイン、ね、うん、ああやって確かにそうですね、置きながら、うん、前見ながらこうプレーすることがあるから、手で触りながら実際にああやってつま先とかで蹴
蹴ると突然パスがやってくるから、うん、マークしてる人も捉えづらかったりっていうこともあるのかなっていうところで、ちょっとただ単にこうちょっと蹴ってみるっていうよりやっぱりシチュエーションを考えてこうやっていろいろやってみると面白いなっていうのがありました。はい、ではですね、今回はこれにて終わりたいと思います。チャンネル登録や、いいねもお願いいたします。次回の教えてマッサンもお見逃しなく。アスタルイゴ。アスタルイゴ。